いつもですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日もですね、一人治療院営を頑張るあなたりに向けて、有益な情報を送っていきたいと思います。今日はですね、リピート戦略の第一弾ということでですね、えー、の方向性を決めるっていう話をしていきたいなと思います。で、なぜこの話をしていくのかっていうと、よくですね、えー、トークスクリプトがどうのこうの、うんこういう接客がどうのこうのってね、いろいろあるじゃないですか。患者さんリピートしていただくためのね、えー、手段として。 あとはラポールを気づくあると思うんですけども、まあそういったのも本当に大事だと思うんですけど、まず最初にバチッと決めていかないといけないのは、どのような治療院を経営していこうと考えているのか、その軸をね、しっかり決めるということが重要になっていきます。なので今日は院の方向性を決めるっていう話をしていきたいんですけども、まあ例えばなんですけども、痛みに特化した本気で治したい方だけの治療院をもしあなたがしていこうと思うのであれば、じゃあ、 どういった方向性を持っておかないといけないのかっていうのを考えないといけないですね。本当にそれをしていきたいんであれば、やっぱりこのプロである治療者側っていうのがやっぱりリードしていってあげないといけないですよね。えー、偉そうにするとかではなくて、引っ張っていくって感じです。その人を、その人の叶えたいところまでしっかりとリードしていってあげる。引っ張っていってあげるっていう意識を持って対応していかないといけません。でも、逆にですね、えー、地域に根ざした地域密着型の治療院をしていきたいってやったとすると、 それだったら相手の要望を聞いて、そして相手に合わせながら進めていくっていうことをしていくのもありなのかなと思います。なのでまあホテルとかでね、えー、ちょっとイメージしてもらいたいんですけども、例えば高級ホテル。高級ホテルだったら、個別のね、誕生日祝いとかさせてくださいって言ったら、いやちょっとそれは他のお客様のご迷惑になるのでご遠慮お願いしますみたいなね、感じに言われたりとかするわけじゃないですか。でもその分案内とかね、 部屋までの案内とか説明とかそういったことがすごい細やかででまあ値段もきっちりしててそして高級感があってとかねあるわけじゃないですかでも別にクレームは出ないわけですよねいやそういうもんかなと思うんで逆にまあこう地域に根付いたこうちょっと密着型の旅館とかだったらえー、個別で「時間中パーティーしてもいいですか?」とか「いいですよいいですよどうぞどうぞ」みたいなそんなにこう距離が近いフランクな感じざっくりした感じでもあお手軽な感じ っていうね、方向性があるじゃないですか。じゃあ、先生は一体どんな方向性の治療院を経営していきたいんですかっていうのをね、まず明確にしてるかどうかなんですよ。多いのが、いや、俺はもう治療家や。バリバリ治す治療科やから、俺はその方向で行くぜって言ってやってんのに、っていう患者さんには、今日どこ凝ってますかどこマッサージしましょうとかね、聞いたりするわけじゃないですか。もう、 あ、俺のことやってねきっとお前という先生多いかもしれないけどもそれじゃリピート取れないんですよそれじゃリピートが取れないんですねでそれでもしリピート取れたとしてもそれは先生が救いたい人じゃないでしょだからストレスがたまるでしょだからですねまず最初にしないといけないことはこのインの方向性をバチッと決めてくださいバチッとそうすることで,ですね、えー、リピートに繋がっていくのでぜひですね見直していただけたらいいかなと思います では、そんな感じですね。次回、えー、リピート戦略の第2弾もですね、楽しみにしていただけたらと思います。ではまたさよなら